4月4日放送のバラエティー、2軒目どうする？チルダつまみの話、テレビ東京系、にて、TOKIO、松岡昌宏がある、告白、推し、ネット上で話題になっている。この日は、番組レギュラーである松岡と博多華丸、大吉の博多大吉、ゲストとしてグラビアアイドルの井口彩子と阿部オツ、小崎玲が登場。東京、神楽坂の居酒屋でトークを繰り広げた、放送中、ゲスト3人へ、同世代にライバル意識はあるか、と聞く場面があり、井口は、あります。藤田ニコルさんとか、ゆきこよさんとか、みんな同じ世代なので、と答えていました。続けて、目標にしているのは井森美幸さん、と明かしたところ、松岡は、きたきたきた、群馬の女王、と興奮しつつ、僕、未だに結婚したいのは井森さんですよ。あんなにお綺麗で、あんなにお話できて、みんなに好かれて、と、井森を大絶賛したんです、芸能ライター。松岡の意見には大吉も同調し、さらには井口に対して、簡単に言い過ぎなの、と渋い顔。松岡も、あんな人は我々の世代では出てこないですよ、井森さんを目指すのは、難しいぞー、と、苦言を呈していた。結婚したい、と言い切った松岡に対し、ネット上では、松岡くんの好みが意外すぎる、この二人が結婚したらお似合いかも、といった声の他に、実際、井森さんって魅力的な女性だと思う。松岡くんが褒めるのもわかる、井森美幸のこと嫌いな人って見たことないかも、井森さんはオールマイティーにこなせる人だもんね。目標としてはかなり高い、など、松岡と大吉に共感する声が多いです、どう？一方で、松岡は2008年に一般人女性との交際を、フラッシュ、公文社に報じられ、その後もたびたび二人の姿が週刊誌に撮られている。内縁の妻、とも言われているため、今回の発言に、松岡って長く付き合ってる彼女がいるんだよね、内縁の妻がいるって話じゃなかった、など、疑問の声も少なくない。松岡は14年4月30日放送の、時をかける、フジテレビ系、にて、女優の米倉涼子から手紙で、早く私の旦那になれ、と告白されたほか、メールでも結婚をせがまれたと明かしていました。これに対して、松岡は、辛い恋になるぞ、と断ったそうで、放送当時は、米倉涼子を振るなんてすごい、と話題に。一方、18年10月10日に放送された同番組では、ゲストで女優の中山美穂に対して、僕、芸能界に入るきっかけが、中山美穂と結婚するため、と発言しています。何かと、結婚、の話題が多い松岡に対し、ネット上では、松岡って気が多い男なの、いろんな女性芸能人のこと好きって言っててよくわかんない、というツッコミや、米倉涼子を振って、中山美穂か井森美幸と結婚したい松岡が選ぶ彼女ってどんな人、と、内縁の妻、の正体を気にする声も上がっています、どう？ビッグサービスの可能性もあるとはいえ、今回の発言によって、多くの視聴者が松岡の女性の好みについて関心を寄せたことは確かなようだ。cảm ơn quý vị và các bạn đã xem và theo dõi kênh của chúng tôi. Các bạn hãy like, comment để ủng hộ kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.